こんにちは、イータビチャンネルの黒です。こんにちは、マスカラです。はい、マスカラです。はじめまして、アンケと申します。初めてでしたね。はい、ジョードリー君です。ジャガーと申します。ちょっと試してみたいものがあるので、これなんですね、これこれ、みんな何かわかる？突然だけど、ビーハイト。何ですか？あの蜂蜜の形もハニビーですけど、ハニビーのハット。そう、ハニカム構造っていうらしいんだけど、あの蜂の巣のね、ビーズ、ビーのネスト、ね、うん、こういうシェイプというか形があるね、うん、はい、でこれちょっとね、あの不思議なね、あのマジッククッションのらしいんです。マジッククッション、マジッククッション。例えば今テレワークでずっとみんな家で仕事をしてますね、うん、そうするとずっと座ってて、いつもと違う椅子だから、うん、お尻が痛いとか腰が痛いとか腰が痛いとか、ね、背中が痛いとか、うん、いろいろ大変なんだけど、これがあると痛くないらしい、うん、で結構柔らかい、うん、おう、フィルリラックス、リラックスできますか？はい、リラックスできます。よかったね。よかった。はい。じゃあちょっと、いや、ちょっと行こう。行こうかな。うん。どう？まあ、それいい感じ。どの感じか。ちょっと柔らかいけど、その柔らかいよりも何か違うことかな。あの水の、例えば、布団の中に水を入れたその上に座ってる感じかな。あるね、そういうのあるね。そうそうそう。ウォーターベッドとか。ウォーターベッドみたい。ウォーターベッドみたい。そうそうそう。ウォーターベッドみたい。そうそうそう。それだと見てるから。ウォーターベッドみたい。オーダルベッドみたいな、確かにそう。そうそう。で、オーダルベッドだったら柔らかいから、なんか置いても壊れなかったり、ね。じゃあ、本当に壊れないかどうか、ちょっとあの、はい、実験を一つね、はい、してみたいと。ちょっとね、実験のために。卵。卵。卵。これ知ってるね。今日ベジタリアンもしてる？大丈夫？今日、私、まあ、それはあまり関係ないよね。あまり関係ない。食べないから大丈夫ですね。卵って普通、簡単に壊れちゃうでしょ。うん、そうです。割れちゃう。そうだ。でもこれ柔らかいから、ね、マジッククッションかな。ここに置くと上に座っても大丈夫なんだ。信じられる？本当？多分。あ、本当かどうか。本当ですか？やってみましょう。我々が試してみる。わかりました。だけどもし割れちゃったらみんなスーツ着てるから。めちゃめちゃ。ちょっと家に帰れない。こことかなったらちょっと恥ずかしい。だからちょっとセーフティーにね。まあ、柔らかいですね。これに一応入れさせてもらって、はい、実験をねしてみましょう。で、やっぱりその軽い人からね乗った方がいいと思うので、まあ一番もうちょうどなんか一番重い。一番軽そうなので、そっとゆっくりゆっくり。もう何キロ？今じゃあ最今62。62キロだから全然大丈夫です。62大丈夫ね。心配しない方がいい。ね、これはじゃあ卵。じゃあゆっくり座ってみましょう。もし汚れたら汚れないで大丈夫。汚れない入ってるから。家でも顔でやらないから。今日は汚れても汚れないから。大丈夫、汚れ作れない。顔浮かんだらね、そーっとね、そーっと座ってみましょう。ゆっくり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 。もう手はいらないです。そのままで。そーっとそーっとそーっと。大丈夫。足浮かせられる。もうゆっくりゆっくりね、そーっと。お、大丈夫。まだ大丈夫ですけど。大丈夫。大丈夫、割れない。音も鳴ってないけど。台湾調子と心配な。もう一回ちょっと動かしてもいいかな。ゆっくり。ゆっくり。嬉しそうだな。まあ、ないだから。大丈夫。気をつけたら大丈夫。大丈夫、大丈夫、もう終わり。じゃあ、ちょうどいいくらいの重さだったら大丈夫。ゆっくり立って。はい、お疲れ様。もう大丈夫？大丈夫ね。まだ大丈夫？まだ大丈夫。大丈夫かね。大丈夫。素晴らしい。じゃあバスカル君と僕はどっちが重たいか。多少。多分。バスカル今。私が80キロです。結構ある。多分75くらい。じゃあ。私97。今前は100。惜しいな。100欲しかった。100欲しかった。まあいいや。じゃあ大丈夫。じゃあ僕はもうね、思いっきりこのお尻の下でこのへこんでないお尻の下でここでここではいはいはい、そーっとね、怖いからもうそーっとこうやって、もう本当にお尻の下。うわよ、どうだどうだどうだ、お、大丈夫だ
おー、足も足も。お、グレイ。いける？グレイ。すごいね、割れてないと思う。割れてないと思う。おー、すごいすごい。じゃあ、マムレキじゃなくて、そのままで。おー、大丈夫だね。今、本当にお尻の下ね。じゃあ、まだ大丈夫。80キロ飛ばすから。そーっとね、そーっと。おぉ、I feel relaxed。 リラックスしてる。卵80キロ大丈夫。多分卵は大丈夫です。まだ大丈夫です。まだ大丈夫ね。なりまお、卵は元気です。じゃあ、アキト君。はい、できたら 0.1 トン。何キロ？私、97キロ。うれしそうだね。パソコンのとこちょっと、どうで倒せなかったらもう倒せない。いいですけどね。いやー、ちょっとこれどうだろう。おすごい。いける？いける？足上げられる？上げる。お、すげえ。お、すごいじゃん。よっ、ゴー。もう大丈夫です。じゃあ、本当にそれは見てる人らしい。ああ、それはボイルしてるか、生卵か。本当の卵ですよっていう。そう。だってさっき買ってきたばっかり。いや、ボイルで。ねえねえねえ。本当のね。じゃあ、生卵と。ちょっと待って、どこで買ったらいいですか？あれね、今ね、こちらでいいですね。こぼしそうやるのか。ちょうどりさんはエスパルトだから。卵。本当にのオリジナル卵です。本当の卵ですね。美味しい卵ですね。毎日毎日食べてください。なんでさ、コメントが嘘。コメントは、今日は木曜日だからこれ食べれない私は。オムレットもできない。オムレットも作れないね。インドのオムレット。ベジタリアンだった。今日は木曜日だから。火曜日と木曜日は彼は別に。私は食べない。この前だってバスカル君が火曜日と土曜日でした。それは必要な夜です。私が火曜日と土曜日食べない。ベジタリアン。ベジタリアンです。アンキットはあれ。チョドリ君は。アンキットは100。俺チョドリはだって。そうです。私は火と木は食べない。そんな設定あったっけ？そうそうそう。それは神様の意が決まってるから、その意私は祈る。今日は彼の神様の関係ない。今日は私の神様の関係ない。そうか、なんかそれ信用してる神様みんなそれぞれ違う持ってるから。なんか隣だけだと違う気がするんだけど。まあ、毎日毎日違う。インド人がそういう感じです。まあでもこれ確かにね、マジッククッション。卵は97キロに耐えられることが分かりました。すごいいいものです。チャレンジ。このマジッククッションがいくらですか？これいくらだっけ？3000円くらいかな。2700円とか3000円とかね。アマゾンで買います。これもうちの社員が本当に買ったやつだからね。はい、じゃあ今回はちょっとね、これが卵割れなくてびっくりしたので、ちょっと紹介したくて紹介しました。マジックペットね。じゃあここでおしまいなので、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、バイバイ。バイバイ。